どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森千佳男。鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。ああそうだ。おお、でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと。じゃあお前、こいつを、鈴森をなぜ殺したんだ。荒川組を絶縁されてむしゃくしゃして、その勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した。そんなイカれた奴がやった相手の墓参りして掃除まですんのか。ましてや出所してすぐに。笑わせんな。別にいいだろ。18年前、鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、お前は無所の務めも終えたんだ。なぜ今でも嘘をつく。本当は誰がやったんだ。俺だ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つうかあんたよ、いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ。俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。さんだよな。あ、なんや、あれどことの雑誌の記者か。あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出所してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。あ、なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。てめえらこそそこどきやがれ。どかれってんなら腕づくで行かせてもらうぜ。死ぬ急ぎなややってやるぜ。よし行くぞ。ないなことしてただで済むと。まだやんのか。よせ春日。分かった、すまん。そうなんだ、こいつちょっと頭がおかしいんだ。なあ、何勝手なこと言ってんだ。こいつにはよく言っておく。悪かった、すぐに帰る。行ってくれ。くそ、話せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。おやつさん、荒川のおやつさん、一番です。今日出てきました。一番です。勝つが一番です。どうして18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやつさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。お
おやっさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか、覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ、そんなはず。そうだ。どうした。おやさんは何しにここに。墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前に立ちゃ俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。よし、墓の前でおやさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。見たか、やつは鈴森の墓参りに来たんじゃない。あの墓は、ありゃ近江連合先代の墓だ。近江連合ってあの関西の。なんで親さんがそいつの墓参りを。しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて。そりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はあ。あのな、おっさん、さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の東条会。東条会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱでかってら嘘だな。今荒川組は東条会じゃない。なんだと。荒川真澄は、やつは今八代目近江連合の実質的なナンバー2、若頭代行だ。おやさんが近江連合の頭代行。何言ってんだよ、嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やねえ。三次団体ではあるものの、荒川は東条会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。